皆さん、ラジ歴を聞いていただきありがとうございます。この番組は歴史を身近なものとするために熱意を込めて話をするパーソナリティのリートンと、この熱量をリスナーに心地よく届ける的確な相槌、収録、編集を担当している音の魔法使いソッシーとでお送りします。変化の激しいニュースがあふれる今の時代に知ってほしい、そんな思わずシェアしたくなるラジ歴をどうぞお楽しみください。いやー、三国志の漫画読み始めてますけど、面白いですね、これ。もう夜も眠れない。夜も、いや、寝れちゃうんですけど。あ、寝ちゃってる。けど、そこまでなんかあの、そう、でも読書の習慣って僕、あんまりないんですけど。いやいや、ちょっと待って、ちょっと待って。それ、漫画でしょ？あ、そうそう、漫画。今、読書の習慣。いや、漫画も読書ですよ。まあいいよ、いいよ、いいよ。そうしよう。それでいいよ。そうしよう、そうしよう。君がそれでいいならそうしよう。そう、寝る前に、なんか本を持つっていう行為が僕にとって、読書。おお、あ、そういうことね。要は、今まで、スマホのブルーライト浴びて、そうそう、浴び続けて寝てた生活から、そう。読書灯の明かりのもと、うん。こう、ハードカバーの本というかね、うん、まあ、まあ、あの、書籍を、漫画本を、そう、漫画を本で手に取って、読む。そう。小指の腹でペラペラペラってしながら気になったところをね、はいはいはい。ちょっと見ていく感じですけど、まあ、15分でも、触る時間あるといいなと思うんですが、三国志やっぱり面白いっすよ。うん、面白い。うん、そうで、前回、エピソードの中で、まあ、劉備、関羽、張飛、この、三人の、兄弟三人の、ねうんうん、そう、話と、あとは、軍師としての、諸葛孔明、ね、孔明の話が出てきましたけど、まあ、僕まだ、初めの方しか読めてないので、うんうんうん、この後どんな人がこの4人以外で、ね、面白い人が出てくるかな、うん。三国志のやっぱり最大のポイントは3つ国があるっていうことだよね、うん、と。で、魏、呉、蜀、はい。魏、呉、蜀って3つの国があって、その領域の広さだと、よく魏、呉、蜀って、はい、はい、まあ、同じように見えるんだけど、当時の中国というのは、都市、うん。都市の数とか、それはやっぱり郊が流域に集まってたわけ。だから事実上、その面積同じように見えても、実際に抑えてる人口とかっていう面でいくと、都市の数でいくと、3分の2を抑えていたのが魏っていう国なのね。北にできてた。黄河流域にできてたのが魏っていう国。で、今の四川省。四川省。四川省一帯が蜀。これが劉備とかが作った国なわけ。で、劉備ってもともとさ、前回言ったけども、今の北京あたりにいた人が流れ流れて四川に。国を作った。そっかそっか。北京あたりって北の方だから、さっきの話で言う魏にあたる。そう、魏が抑えてた。抑えるとして、うん。で、さらにもう一個が、今のあの、上海とかそっちの方、揚子江の、うんうん、側の方、の方に来てたのが、はい、南京とかね、上海とか、あの辺を抑えていったのが、呉っていう国なんだけど、当時は南京もなければ上海もないわけなので、まあ、そこまで大都市じゃない。うんうんうん、だからこの、はい、魏が3分の2を抑えつつ、まあ、残りの部分を呉と蜀が抑えるっていうような状態になって三国に分かれていくわけなんですけれども、まあ、蜀についてはね、劉備、関羽、張飛、諸葛孔明と紹介してきて、で、呉についても魅力的な人いっぱい多いんだよ。いっぱい多くて、呉もすごく人気も高い国なんだけれども、やっぱりあと1回しかね、この三国志、もうこれで3回目だから、ちょっと今回だけで終わりにするとなると、やっぱり紹介しなきゃいけない人、外せない人といったら、ね、3分の2を抑えてる魏の建国者たる、曹操という男。曹操。曹操。この曹操という人。どんな男だったんですか？彼はですね、乱世の勧誘と呼ばれた男で。乱世の勧誘。勧誘。これ、はい、この人は、要は、ずる賢い悪さをしたりとか、その、悪逆非道なことをやって天下を取ったみたいな、こういうイメージで語られる人なのね。だから、劉備が、蜀の劉備が、その、漢の末裔で、まあ、善玉として描かれることが多くて、曹操という人は、それに対峙した人物、それの、仇役。で、うんうんうん、関という国を最終的に滅ぼしていくのは曹操の息子たちの代で、曹操の義が関を滅ぼしていくっていうことがあるから、うん、曹操という人は悪役、仇役として
悪玉としてね、こう、取り扱われることが多いわけ。要は、まあ、バイキンマンだから、アンパンマンと曹操の対立構造がそこにあるわけですね。対立構造があるという人物なんだけれども、実際問題、しかし、中国というものの新しい時代、漢の時代を終わらせて、新しい時代を切り開いていった人ということで、この曹操という人がいるわけ。で、この人は、まあ、出自が、宦官の一族だったっけ。宦官。はい。宦官というのは、男性のシンボルを切り落として、皇帝の後宮、要は皇帝の奥様方にお仕えする、こう男性のシンボルをそのために切り落とした人物たち。で、お金とか身入りはすごくいいんだけど、社会的にすごい下げ済まされていたのね。なるほど。男性のシンボルを切り落とすっていうことは、子孫を作れない。で、そうですよね。当時、儒教がやっぱり権力、力を持っている時代なわけなので、儒教の最大の親孝行というのは子孫を残していくっていうことなわけよ。あ、じゃあそれにある種反している、そう、ところできないっていうことだから、儒教道徳の世界においては親不孝者みたいな感じのレッテルも貼られてるわけ。道徳的にもね、こう非常に地位が低いところ。ところが、身入りだけはいいわけよ。だからお金はめっちゃある。まあ、はい、だから養子を取って、その、そういうことか。で、その養子の息子が曹操なわけ。だからおじいちゃんが有名な宦官だったわけ。そうはもう権力を握って、お金も握っていた。で、だから若い頃から曹操はボンボンとして何不自由ない暮らしをしながら、自分の力を蓄え、勉強もしたり悪さもしたりしながら成長していく。でも、やっぱり心の奥底になんかちょっとそこのコンプレックスじゃないけれども、やっぱり自分は宦官の一族だっていうこと。これは忘れない記憶として残っていき、彼がやっぱりその時代に対する反発みたいなね。こういったものが出てくるのが、その彼の三国志の漫画の世界だと、どうしても、彼の軍事行動だったり政治の姿、これで語られるんだけど、曹操という人は、実は、詩の世界。文化の世界で新しい道を切り開いたわけよ。なるほど。歌を読む側面が彼にあるんですね。で、彼のその文化、詩を読む、その詩のスタイルっていうのが、それまでの儒教の観念にとらわれたものから自由にしていく。酒はまさに飲むべし、歌うべしっていうような感じで、歌を、詩を展開していく。で、彼の息子に、曹植っていう男がいて、この曹植っていう人が、李白とか徒歩って聞いたことある？あります。詩仙、詩仙って呼ばれてる。中国の、唐の時代の歴史上、最大の詩を歌う詩人として、李白と徒歩がいるわけだけれども、その二人を、超えるとも、勝るとも劣らない。いや、その、李白とか徒歩が出てくる前の時代において、詩のトップ、詩の世界の聖人だったり、詩の世界の仙人と言われた男が曹植だったわけよ。曹操の息子。と。その流れがある一族っていうことで、魏っていう国は文化水準とかそういったものも新たな地平を切り開いていったっていうことで、やっぱり、三国志、その、やっぱりどうしてもね、漫画とかだと政治とか、軍隊の話、戦争の話っていうのがまあ盛り上がりした、ね、面白いんだけど、やっぱりその文章の力で、曹操の息子の曹丕という男が、彼が、その後皇帝になっていくんだけれども、この人も文章書いたりとか詩を書いたりとかする中に、文章というものは、こう、国家の政治、栄えること、栄えることであり、普及の事業であると。朽ちることが決してない事業であるっていうことを述べたりとかして、やっぱりその言葉の力、文章の力っていうもの、これをすごく意識していた面もあるので、やっぱりこの三国志の時代っていうのは、ただ戦争が面白いとか、その人間関係が面白いだけじゃなくて、文化の側面でもすごく大きい一歩を動かしていって、そういった一歩を動かしていく裏に、やっぱりその人の成り立ちとか、その社会の
時代背景とかが組み込まれていく、中国という時代がそれこそまさに李白とか徒歩に進んでいく手前の新しい一歩というものをね感じる時代ということで、やっぱり、あの魏の時代、この曹操という人物欠かせないし、三分の二も抑えたっていうところで欠かせないし、まあ五の話がね全然できてないんだけれども、五にも五もねこの三代にわたってあの孫権、孫策っていう人がこう基盤を作っていき、孫策っていう人がね、孫権の固いっていう字を書くのが お父さんで、で、はい、あの息子の孫策が若くして亡くなりつつ、はい、その次男坊の孫権、これは権力の権って書くんだけど、うん、はい、この人が権力を引き継いできて、この国を支えていく、だから三者三様の形でやっぱり国ごとにカラーも違うし、でこの権力って書く方の孫権さんは、はい、酒豪で、まあ、お酒を飲んで酔っ払って、ね、まあ、アルハラとかね、アルハラでパワハラ、セクハラ、まあ、何でもござれみたいな、そういうエピソードにもこと書かない人物なわけだから、そういった面でもやっぱり面白さ、深いのが三国志なんで、ぜひね、ソシーも、その石森プロさんが書いてくれた漫画 1,2、うん、巻が読み終わった後には、はい、うんうん、他の三国志の作品にもね、うん、ぜひ触れていってほしいなと思います、うん、作品ごとにねどこフォーカスしてるかってちょっとずつやっぱ違いが楽しめそうなね、そう全部をねフォーラスするってのはやっぱ難しいから、うん、いろんな角度から切り開いた、うん、それ映画だとレッドクリフとかもあるからさ、石壁の戦いってやつですか、石壁の戦い、これなんかは義と五が激突する。うん、で、五のところで、はい、職が、職のメンバーである、劉備、関羽、張飛、孔明っていうのがサポートしながら、義と五がぶつかっていくっていうのがレッドクリフだし。いやすごいな、うん。義のさっきの話、ちょっとだけ戻ると、その文章っていうもの、これがすごく大事だみたいな話って、だから政治っていうところの立場にいる人たちが文化を大事にするっていう姿勢って、まあ、今の社会、文化を政治で支えていくんだ。なんかこういうことってなかなかないよなって思うことが当たり前のようにね。ね、うん、この新型コロナの情勢の中、やっぱ文化に対するサポートっていうものがやっぱりおろそかになってるんじゃないのっていうこと、うん、これを改めて三国志、ね、あの三国志の魅力を伝えると、うん、結果やっぱりこの国、この時代、ね、僕らの生き方っていうのがいいのかっていうね、うん、まさにつながり、これを感じてもらえる、うん、今日の会話になったんじゃないのかなと思いますね。ということで、面白かった、うん、次回からは、三国志の魅力をね、今まで伝えてきたので、次回はまた違ったものをね、取り上げて、いきたいと思いますが、やっぱり歴史を知る、はい、歴史のいろんなものを知ることが現代につながるんだよっていうこと、いつもね、ソシーが最後、きれいにまとめてくれるけれども、まあ、こんな形で引き続きラジ歴を楽しんでいただければと思います。お相手は、リートンとソシーでした。皆さん、ラジ歴では学び直し日本史総復習編というサブチャンネルを用意しています。こちらは全35エピソードを聞いていただくことによって日本史の流れをつかめちゃう、こういった代物になっています。歴史を学び直したいんだけど、なかなか歴史の本読んでも何言ってるかわからない、頭に入ってこないという方、ぜひこちらを聞いて日本史を学び直すための第一歩としてもらえたら最高です。日本史総復習編サブチャンネルは Apple、Google、Spotify 各プラットフォームでラジ歴日本史と検索していただくとお聞きいただけます。また Twitter でも質問感想などを募集していますので、ぜひお便りお寄せください。 Twitter アカウントはラジレキで検索してフォローしてください。それではラジオ歴史小話、本日はこのあたりまで。お相手はリートンとソシーでした。